今回から説明をしながら試しにやってみたいと思います。今からこの、本底の銀面を、このペーパーで剥いていきます。最初に使ったのがこの新しい状態のペーパーだったんですけど、そうするとここに結構粗めの跡が残っちゃうので、それを今度ちょっと使い古しになっているような状態のペーパーでこの粗い線を消していきます。
は銀を向いたところに今度はボトムステインで色をつけていきます。スポンジで塗っていきます。一度塗るとこんな感じで、塗ってすぐブラシをかけるっていう工程です。で、大体これを2回か3回繰り返して左右の色を合わせる感じで仕上げていきます。完成。